毎年お世話になっておりますルシルクの子でございますが、本年は貴重なハーツクライを父に迎え、皆様の前に登場してまいりました。意外にも初めてのカップリングとなりますが、本場の重厚感ある立ち姿を見て興奮を隠しきれないのは私だけではないでしょう。充実した腹袋に高出力エンジンの源となる強大な友を誇示しており、一見すると重苦しい印象を持たれるかもしれませんが、動かすと手先の運びは滑らかで、柔軟性に富んだ上質な筋肉がしなやかな走りを可能にしております。放牧地では両馬に対して常に先んじようとする姿勢が見られ、実戦でもここぞという場面で負けん気の強さを発揮して勝利を積み重ねていく姿が想像できます。グランシルクに次ぐ重賞制覇は当然のこととして、後世に血脈を広げていく役目も背負っている一頭といえます。